ランチェスカです。イタチさんです。さあ今回はですね、ついにイタチさんがまたピアスを増やす決心をいたしました。わー、もうあれだけ開けんからって言ってたけど、やっぱり見てたらね、増やしたくなりますよね。わかります、わかります。インナーコンクってずっと言ってくるんで。そう、インナーコンクをおすすめしてたんですよ。インナーコンクは嫌やけど、ここだったらいいよって言うんで開けます。はい、どこを開けるんですか？フォワードヘリックスです。おー、またちょっと難易度が高めなところ来ましたよちょっとビビらして面白くやっとこうかな。私が前に動画で後輩ちゃんの耳にね、縦2連のフォワードヘリックスを開けるっていう動画を作ったことがあったんですけど、横2連じゃなくて、そう、縦2連私さんがカメラマンとしてね、一緒に現場で見てたんですよね。で、後輩ちゃんがね、痛がってなかったから大丈夫じゃねってきっと思ってるんですけど、後輩ちゃんは我慢してたよ、痛いよね、痛たたっていうのをきっと我慢してて声に出さんかったから痛くないんじゃねって思っとうかもしれんけど、まあ普通に痛いと思うんですよ、私は。やめよっか。なんで帰るわ。待って待って待って。いやでもね、個人的にトラガスよりは痛くないって思ってるんですよ。トラガスめっちゃ痛がってたよな。そう、なんか多分人より分厚いけど、この、なんていうの、フォワードヘリックスっていうところ、うん、ここがそうそう分厚い人っていないじゃないですか。そうやね、多分薄めやね、みんな。その分厚さに比例して痛みの強い弱いがあるのか分かんないけど。いや、分かんないですけど、まあ人のね、よって感じ方もそれぞれなので。ちなみになんかピアスっていうのは耳の穴に近づくにつれて痛いらしいね。あ、そうなん？らしい。だから私アンテナが一番痛かったんやけど。失敗したからやろアンテナ一番痛かったんやけど。手こずったからやろ。じゃあもうダイスとか。あ、痛いと思う。アッパーダイスとか。絶対あとロックとか。あ、痛いな、痛いなって開けたことないところやけど、はい、じゃあフォワードヘリックスはアンテナよりも耳の穴に近いですね。まずそうやって下ろすやから、でもトラガスよりは遠いじゃないですか。まあまあ確かに、しトラガスよりは薄いから、うん、受けるんじゃないかと。そう、貫通させる間の時間はまあ短いって思ってるんですよ。貫通具合は力加減によってどうにでもなるけど、その細かいとこに接続する凍る作業をするときがちょっと手こずったら長くなるかもしれんっていうのもある。後輩ちゃんとき地味に時間かかったんよ。だから様子を伺ってた、後輩ちゃんを犠牲にしてひどい見てたやつ、ひどい言い方それを見学して晴れて開けようかなっていう気分になったってことは、そう、私の腕がいいと。いや、一人目にならんようにしてる。こう、アンテナもこの人で自分の耳で実験してから実験いけそうかなっていうんで、こう、あ、一番いい時に開けてもらおうとしてます。でもインダスは初めてよ。そう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 。でもめっちゃ綺麗かわいたよな、インダス。これはもう大成功。じゃあ開けていきましょうか。はい、はい、じゃあマーキングから。どうぞ。おしっこやん。きっとマーキングをする前に場所を決めたいんですけど、うん、フォワードヘリックスってこのひだひだがあるこの辺じゃないですか。この辺なんですよ。あんまり上に行ったらヘリックスになる。この辺から上はヘリックスで、うん、でもここになったら、うん、ダイスっていうようになって、あ、たピンセットでくっついた、痛いよごめん。で、うん、この辺に開けようと思うんですけど、まあ、縦2連にもしかしたら将来的にするかもしれんっていうのがあるから、あんまり真ん中すぎるとね、ちょっと場所がってなるので、ちょっと上か下寄りに開けたいと思います。そこでね、今回使うピアスがですね、こちらです。ストレートバーウェルなんですよ。結構ね、フォワードヘリックスってラブレットを使うイメージが強いんですけどって思ってたんですよ。でもなんか違うみたいなんですよ、うん、人によるよね。でイタチさんは今回ラブレットより普通のがいいとおっしゃったので、これをつけれるような角度で開けていきたいと思ってます。 8mm16gauge のストレートバーベルを今回準備したので、こんな風に開けていきたいと思います。ほんで、0ゲージのニードルで開けて。わかった。任せて。でね、角度なんですけど、フォワードヘリックスに開けるときって、皮膚に対して、こっちから垂直に開けるような形で開けたら、モチーフとかがまっすぐ見えて綺麗やけど、ラブレットをつけなきゃいけない角度になるんですよ。で、今回みたいにストレートバーベルを使おうと思ったら、こういう角度ではなくて、若干こう斜め気味な感じで開けるというイメージでいきたいと思います。ということはモチーフのやつはつけられないんですか、先生？
完成した後じゃないと分かんないけど、モチーフの形による、ぺったんこのモチーフだと歪んで見えちゃうかな。こんな感じで開けていきたいと思います。でもあんまり角度をね、浅くしすぎると排除されたりっていうことがあるらしいので、浅くなさすぎず、でもこの両方についてるストレートバーベルのボールが2個とも見えるような感じで、せっかくあるのでね、ちょっと豪華に見えるように両方見えてるような形でやりたいので、それで開けていきたいと思います。今回ラブレットではないんですけど、ラブレットみたいな形で接続していきたいと思うので、前から刺して接続して抜くっていう形にしようかなと思ってます。はい、ちょっとじゃあ髪の毛マスキングテープで留めますね。じゃあ行きます。動かないでね。今日はあまり痛いって言わない。刺さりました。ちょっと押し込むね。おとなしいな、珍しく。あのな、痛くない。痛くないの？めっちゃ痛そうやけど。いや、全然。あのトラガスとかの方が刺さってるからね。うん、トラガスが痛いです。やっぱトラガス痛い。ちょっとこっち向ける。あっち垂れてる、垂れてる、垂れてる、早く。あっちが垂れてる、気絶した。痛くないんだけど、血が苦手やんか。血が浸ってる。接続しますね。じっと追ってくださいね。じゃあ、さっさとので抜きます。ちょっと肉片取りますね。できました。めっちゃ静かになってる。どうしたの、イタチさん。いつもの元気がないですよ。どうしたの、大丈夫？接続が地獄だった。ごめん。今回はね、縦2連にもしかしたらするかもしれんっていうあれがあったので、下よりも上の方でヘリックスとフォワードヘリックスの間ぐらいの位置で開けました。将来的に2連にも3連にもできる位置にしました。元気がない。あ、痛っ。どうしたの？笑ったら痛かった。え、痛いんだ。痛い。そっか、筋肉、顔の筋肉が。あ、笑ったら痛いっていうのは初めてですね。これは、あれ、フォワードヘリックスやからこそみたいな。多分、耳の笑った時に動く筋肉あたりにあるんかな、もしかしたら。ちょっとマスクを持ってきてもらえませんか？マスク？うん。当たるかどうか？どう？痛くはないです。当たってるけど痛くはない。うん、自分がめっちゃ怖い。自分が全部開けてコーディネートしてきた耳の作品ですけれども、あとナインナーコンクとな。アンチトラガスとな。あとな、フォワードヘリックスの下の方を狙っとんですよ。勝手に笑ったんだ。ムカついた。笑わせたらいいよ。朝やな、しばらくも。やめてもやめて。まあでも無事にね、可愛く開けることができて、言ってた通り、ストレートバーベルを使って、両側のボールが見えるようにできていると思います。無事にイタチさんがフォワードヘリックスデビューをいたしました。おめでとう。私より先にフォワードヘリックスデビューするなんてやるじゃないか。まあセルフで開けるのすごい難しいらしい。そう、頑張って育てていきましょう、フォワードヘリックス。肉顔？多分肉顔になると思うけどな。まあまあ覚悟はしてます。マスクもするし仕方ないよね。そうそう、うん、でもなんか最終直って安定したらそれで、うん、あとはこの人に頼んだらいけるでしょ。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
お分かりいただけただろうか。おかわりいただけただろうか。ご飯の？違うよ。同じ服。うん。かわいい。そう、なんか安かったんね。そうそうそう。で、なんか2点買ったらさらにオフになるってやつ。そうそうそう、同じやつ。色違い、デザイン違い、マミタスです。セールしてて、前から気になってたの買っちゃった。ベロベロ。型になんか乗っとるよって言われそう。うん、それあれパニエやろ。パニエやな、確かに。かわいいね、これ。しかも、開けたら11個になるんですよ。うん。11。11っていう数字と結構相性がいいので。おう。じゃあ、111個開けるときは、11足す1とか、11足す1足す1とかにしようか。いや、もう11足す2でよくね。1っていう数字がいいんだろ。1って。あ、じゃあもう11足す11でいこう。準備。